プログラミング教育、ここ最近さまざまな場面で聞くようになりました。アメリカではオバマ大統領がプログラミングをもっとみんな勉強しようというふうに国民に呼びかけたり、またイギリスでは義務教育にプログラミングを取り入れました。もちろんここ日本でもさまざまな取り組みが行われています。安倍政権の成長戦略の中にもプログラミング教育を推進していくと明記されています。またラズベリーパイという小型のコンピューターを全国の教育機関に配布し、指導者を育成しようとしているPEG、プログラミングエデュケーションギャザリングなどといったプロジェクトも現在進行しています。子どもたちが笑顔でラズベリーパイを持っている姿がとても印象的です。僕は地元である千葉県柏市でコーダ道場柏という小中学生にプログラミングを教える団体を2013年から主催運営しています。コーダ道場とはもともとアイルランドから始まったムーブメントで、現在では世界に450から500以上の道場があります。僕がこのコーダ道場に初めて出会ったのは中学校3年生の夏、2012年の4月でした。僕はアメリカのマサチューセッツ工科大学 MIT メディアラボで開催されていたスクラッチアット MIT 2012というカンファレンスに出席しました。スクラッチとは MIT メディアラボが開発した教育用のプログラミングツールです。左の図をご覧ください。これがスクラッチの命令タイプです。このように一つ一つのブロックを組み合わせることで簡単にプログラミングをすることができます。実際に左のものを動かすと、このように猫が歩き、そして画面の端に行くと跳ね返るといったようなものが簡単に作れます。僕はこのスクラッチを小学5年生ぐらいからやり始め、いろいろなご縁でカンファレンスに参加することができました。カンファレンスでコーダ道場東京のコーダ道場の人に会い、そこでいろいろお話を聞き、僕は中学校を卒業するくらいから高校入学までにかけていろいろ準備をして、2013年の5月5日第1回コーダ道場柏を開催しました。以来今まで26回このように何度も何度も繰り返し開催してきました。今ではこれぐらいの子どもたちが参加してくれている日本でもかなり大規模な道場になりました。参加者数はこのようにどん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 増えていきます。プログラミング教育に対する世間のニーズの大きさが分かると思います。さて、日本では最近プログラミング教育について語られるときよく多く言われるのが、プログラミングを義務教育に取り入れるかどうかということです。プログラミングの義務教育化についてよく語られています。小中学生が全員プログラミングをやる、なんて素晴らしいことなんだろうと、そのまま何も考えずに受け入れてしまってよいのでしょうか。僕はこのプログラミング教育の義務教育化について部分的賛成という立場を取っています。よく語られる問題点として、例えば先生がいない、指導者が圧倒的に足りない今の現状、また何歳から何年生から始めるのか、どこの段階でプログラミングを始めるのかというような問題や、最後3つ目はどうやって成績をつけるのかなどなど、いろいろ問題はあるのですが、今回は学校という場所で本当に今クリエイティブなことができるのだろうか、今の授業でプログラミングを取り入れて果たして本当にクリエイティブなことができるのかどうかということについてお話ししたいと思います。学校という場所は本当に不思議な場所です。私たち生徒はある一定の規則に基づいて生活をしています。成績だってなかなかネックな問題でしょう。また残念なことではありますが、他の生徒や他の先生からの目を気にしながら生活をしている生徒だっています。このように何かに縛られた上で行うクリエイティブな活動というのは本当の意味でクリエイティブなこととは言えません。僕の友達はこう言いました。自分が作っている作品は学校でやっぱり説明するのと、教室で説明する、他の教室で説明するのとはやっぱりものが全然違う。なぜかというと、やっぱり雰囲気が、学校の雰囲気ってものがあるから。僕もそれはすごくそう思います。
僕は今現在通っている学校でいろいろ新しいことを取り入れようと頑張って活動をしています。先輩たちが今まで誰もやってこなかったようなことを解決するためにプログラミングを使って新しいシステムを生み出すようなこともしています。それを学校に提案しますが、学校はなかなか受け入れてくれません。今の状態の学校、日本の学校というのはクリエイティブマインドを殺してきています。このままだとプログラミングを学ぶということになってしまいます。プログラミングを学んだってそれから先につながっていかないとどうにもならないんです。今の状態だと手段が目的になってしまっています。このようなことを解決するのは実はコーダ道場のような学校ではない新たな学びの場なのではないでしょうか。コーダ道場は本当に自由な場所です。本当に自由に学びができるし、自分が学びたいと思ったことをできる、まるで江戸時代の寺子屋のような場所です。子どもたちはコーダ道場に縛られることはありません。コーダ道場に来るか来ないかすら自由なのです。今日はなんかちょっと調子乗らないからいいや、全然 OK です。来たい時に来てください。またコーダ道場柏には僕のような高校生の先生、メンターと呼んでいますが、高校生のメンターがたくさんいます。彼らにとって、子どもたちにとって僕らは少し上のお兄さん、そんなような存在でしょう。もちろん学校と違って誰かの目を気にする必要も全くありません。またコーダ道場にはたくさんの大人のメンターもいます。この人たちはみんなプロのプログラマーです。プログラミングを職業とされている方々です。考えてください。子どもたちが、もしコーダ道場に来ている子どもたちの中でもし将来プログラマーやゲームクリエイターになりたい子たちがいたら、このような大人はみんな自分が憧れていることを仕事として職業としてやられている方々です。子どもたちにとってとても刺激的な毎回毎回過ごしてくれているんじゃないかと思います。もちろん僕も毎回毎回道場に行くたんびに、今日はどんなことがあるんだろうと、今日はどんなことを学べるのか、子どもからどんなことを学べるのか、すごく楽しみにしています。さて、学校以外の学びの場が必要な理由、もう一つの例を話しましょう。これはコーダ道場柏に来てくれているある小学生の男の子の話です。彼はゲームが作るのがとても好きで、自分のゲームの中に斜方投射と呼ばれる動きをつけたいというふうに僕に言ってきました。斜方投射とは、物を投げたときに放物線を描くような軌跡を描く投げ方のことなんですけれども、これはこのような動きをするような動きなんですけれども、これは高校の物理の範囲に相当します。その時僕はちょうど高校1年生の時だったんですが、ちょうど物理で斜方投射のことを勉強していました。ですが僕は物理がそこまで得意なわけではなく、むしろ苦手というかなんですけれども、彼と一緒にもう一度斜方投射を勉強して彼に教えました。彼は高校範囲のもの、高校範囲の勉強を自ら取り入れようとして、それを自分の武器にしました。もしこれを学校の先生に相談していたらどうなったでしょう。すべての先生が物理の範囲、高校の物理のことを覚えているかどうかもまた分からないですし、もし覚えていたとしても、それを果たして彼に時間を割いてまで教えることができたでしょうか。コーダ道場のような学びの場は地域に密着していればいるほど有効だと言えるでしょう。なぜならやはり近くにある、物理的に近くにあるというのはパッと行けて、学びのハードルを非常に下げるからです。コーダ道場のように自由でみんながのびのびとしていて、クリエイティブな活動ができるような学校やそういう団体機関がもっともっとこの日本に増えること、いや世界に増えることを心から願っています。最後に、子どもたちに一つメッセージを残したいと思います。今会場に来ているみんな、そして会場には来れなかったけどどっかでは見ているみんな、みんな家に帰ったらぜひ何か物を一つ作ってほしいです。僕がさっき紹介したみたいにコンピューターを使ってゲームを作ったりアニメーションを作るでもいいし、もちろん折り紙や粘土、積み木を使って何かを作るでもいいと思う。それをやった時に
お父さんお母さんに見せてほしい。もし作ってる最中や見せた時になんか物作るの楽しいなとか思ったら、それはみんなに物を作る心ってものがあるということになります。この心をどうかこれから大人に成長していくけれども、僕も含めて成長していくけれども、忘れないでいってほしいと思います。僕は今生まれてから17年しか経っていませんが、まだ僕の心の中には物を作って楽しいと思えるような心が存在します。そして大人の皆さん、子どもたちがクリエイティブな活動をすることを妨げるようなことだけはしてはいけません。子どもたちがより自由でのびのびとして創造的であるためには、大人の皆さんの協力が必要不可欠だと思っています。どうかよろしくお願いします。子どもだけど先生、先生だけど子どもな僕からのお願いでした。どうもありがとうございます。